皆さん、こんにちは。学校給食を懐かしく感じることはありませんか？小学校の頃に食べた給食メニューが大人になってからの好き嫌いや味覚の形成に意外に大きな影響を与えているのでは？そこで今回は時代背景も交えながら給食の思い出ベスト10をご紹介します。第10位、脱脂粉乳。60代の世代で特に思い出のメニューとして挙げられたのが脱脂粉乳。50代後半以降に生まれた方が子供だった時代の給食ではこの脱脂粉乳がメインで登場していました。美味しかったという感想を聞くことはほとんどなく、匂いがきつかったようです。1950年半ば頃から牛乳に切り替わり始め、1970年代前半まで提供されていた地域もありました。第9位、ミートソーススパゲッティ。第9位にミートソーススパゲッティが挙げられていますが、これは20代の人に多かったメニューです。40代、50代の世代ももちろんミートソースは大好きでしたが、麺が違いました。第8位、ミルメイク。瓶の牛乳に混ぜて飲むコーヒー味のミルメイク、大好きな人が多かったと思います。牛乳嫌いの子にとってこれはまさに救世主。私も毎日これがいいなと思って飲んでいた人も多いのでは。現在も子供向けに生産されており、いちご、バナナなどいろいろな味が販売されています。第7位、牛乳。瓶の牛乳もしくは三角パックの牛乳が提供されていたかと思いますが、給食にはミルクが必須だと法律が決めていることをご存知でしたか？学校給食法施行規則では、缶または米飯、ミルク及びおかずである給食を完全給食と定めていますが、これはご飯も缶も出されなかった時代に決められたことなので、今の米飯主体の給食にはちょっと合わないのではという声が出てきています。第6位、コッペパン。特に思い出に残っているメニューとしてコッペパンを挙げているのが60代の世代です。昭和51年に米飯が出るようになるまでは給食の主食はもっぱらコッペパンだったからです。マーガリンやジャムをつけて、またスープやシチューに浸して食べていました。第5位、冷凍みかん。冷凍みかんはきっとどんな子供も好きだったことでしょう。究極の給食デザートと言ってもいいくらい人気がありました。家でいつも食べているみかんには特別感動しないのに、冷凍されているだけでなぜあんなに魅力的に映るのでしょうか。第4位、カレーライス、カレーシチュー。米飯が導入されたのが昭和51年、それ以降の人気メニューとなったのがカレーライス、カレーシチューです。40代後半より上の人の時代では、そもそも給食にカレーライスやカレーシチューが出てきませんでしたが、ご飯が提供される比率が高かった20代ではダントツナンバーワンの人気メニュー。ついで30代、40代の人も好きなメニューとして挙げています。第3位、ソフト麺。30代、40代に人気の高かったのがソフト麺。昭和40年頃から給食に登場しています。うどんのような、うどんじゃないようなもちもちした柔らかさが特徴で、なんとも言えない美味しさ。
このソフト麺、当時は牛乳に合う麺として開発されたもので、1965年に最初に東京で採用され、人気メニューとなりましたが、大阪府など採用されなかった地域もあるそうです。第2位、揚げパン。3位のソフト麺とともに、30代、40代の人に人気があったのが揚げパン。油で揚げたパンに砂糖やきな粉がまぶしてあり、昼ご飯というよりは甘いお菓子でした。調べてみると大人気であることは事実ですが、反対に揚げパンが大嫌いだったという人も意外と多いことが分かりました。甘いのが苦手な人にとって昼に食べるのはきつかったようです。第1位、クジラの竜田揚げ南蛮漬け。総合ナンバーワンはクジラ料理。50代以降の年代にダントツナンバーワンで、歴史を振り返るとクジラ肉は戦後の食糧難だった時代にタンパク質が摂取できる食料の一つで、人々の胃袋を満たしていました。1950年初めの頃になると、臭みがあったクジラ肉は供給過多となり、大量に消費できる学校給食で消費されるようになったようです。その後、1987年の南極海における商業捕鯨中止により激減していきました。いかがでしたか？何かのお役に立てれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録をお願いします。